皆様、こんにちは。ひとり恐竜祭りです。今回は、登録者様、30人記念、特別編。愛称ムカワユー。学名は、カムイサウルス、ジャポニクス。それでは、どうぞ。カムイサウルスは、白亜紀後期の日本に住んでいた植物食恐竜です。2003年、北海道むかわ町保別で、化石愛好家が部分的な化石を発見。地元博物館に寄贈された化石は、首長竜の化石と判断され、研究待ちで10年放置。2013年、恐竜の化石であることが判明し、再発掘。2014年、1個体分の約 60% から 80% の化石が見つかり、ムカワ竜という愛称が付けられました。2019年4月には、全身化石が組み立てられ、同年9月、新種属の恐竜であるとして、学名、カムイサウルス、ジャポニクス、と命名されました。カムイとは、アイヌ語で、神様、精霊、自然霊の意味で、日本の神の竜という意味になります。体長約8メートル、推定体重4トンから 5.3 トン。1個体分のほぼ全身が見つかっていることから、日本で最も完璧な化石、とも呼ばれます。沿岸部に住んでいたことや、推定年齢が9歳以上であることがわかっています。カムイサウルスの分類は、橋脚類。と呼ばれる植物食恐竜グループのうち、ハドロサウルス類というグループに分類されています。ハドロサウルス類は、別名、カモノハシ竜。この仲間は、口先がカモのくちばしに似ています。パラサウロロフスやランベオサウルス、エドモントサウルスなどが、ハドロサウルス類です。カムイサウルスは、ハドロサウルス類の中の、進化型グループ、エドモントサウルス属に含まれます。この仲間は、パラサウロロフスやランベオサウルスのような派手に目立つトサカではなく、板状の低いトサカや、鼻もっこりなトサカを持ちます。カムイサウルスのトサカは、北アメリカのブラキロフォサウルスのような低い板状のトサカだったのではないかと推測されています。